みなさん、こんにちは。ソリちゃんのしほと、いみです。はい。というわけで、今回ですね、なんとやっとね、亀の名前が決まりました。ということでね、早速発表していきたいと思います。はい。はい、ということでね、まずね、いろんな方がね、コメントで名前を書いてくださり、ありがとうございます。ってね、この紙に書き抜いたんですけど、読みます？でもね、すごいいっぱいなんだよね。めっちゃあるんですよ。ちょっとかざすだけに全部読んだら結構あるよね。めっちゃある。いくよ。裏にもあるよ。そうそう、こんな感じ。あと裏に。裏にも一部ね。一部あります。はい、うん。はい、というわけでね、この中からね、ベスト3を選ん、投票が多かった。投票が多かった順のベスト3がね、うん、あるので発表していきたいと思います。はい、まずね、まあ、第3位いきます。デレデレデレみたいってドローン3位はリホです。リホちゃん、リホちゃんが多かったです。3位シホのシホのほにじゃあスティミのリにシホのほでリホ、リホママがつけたかった名前がリホ。リミニ。リミニは本当はリホってしたかった。シホリホチャンネルになっちゃう。あ、シホリホチャンネル。シホリホチャンネル。じゃあ次、第2位発表します。はい。お願いします。ドルーデン！第2位は2つあってね。まず、マロンとメロンです。マロンね。ありがとうございます。マロンちゃんとメロンちゃん。マロンちゃんとメロンちゃん。メロンちゃん、マロンちゃんはね、じいじがよくね、コロンをマロンと、マロンとっちゃんの間違えて間違えて言っちゃうのね。あれはコロンだったかって。そう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 。で、メロン、この辺になるともうコロンとシロンだからマロンとかね、メロンとかになってるね。メロン、メロン、おいしいよね。メロンもうメロンはそのままメロンだよね。ね、亀の目とロンでメロン、うん、うん。じゃあね、第1位を発表します。よろしくお願いします。ジュルルーデン。第1位はカメロン。なので第1位、一番投票が多かったというか、一番コメントでね、あった名前はカメロンでした。はい。なのでこの子の名前はカメロンにします。カメロン、カメロン、よろしくね。カメロン、7票、7個ね、ありました、カメロンって。ね、すごいよね、7個もあったよ。5、6、7。でももうね、それ集計してからはもうカメロンって呼んでるよね。カメロンって呼んじゃってるから。カメロン、カメロン。眠いのか。あ、動いてる。元気だ、元気だ。何するんだ水の中に入りたいんだって暴れてます。ねえ、カメロン映ってない。嘘、ね、カメロン映ってない。確かに映ってない。あ、カメロン映ってなかった。ズームにすれば、ズーム、ちょっとズーム、ね、眠いのかな。ね、もう夜だからね、うん、夜の8時20分。カメラ見てます。びっくりしてるかな。カメロンだよ。あなたはカメロンです。あなたはカメロン。怖いよ、ちゃん。カメロン。このね、うん、赤耳カメね、うん、甲羅の中に2人いるんだよ。あ、あったね。動画で見たもん。そういうカメがいたんだよね。え、動画の中に2人いるの？1つの甲羅に頭が2つにおきのきって生えてる。このカメは違うでしょ？うん、このカメさん。でね、なんかいろいろね、みんな教えてくれてね。ね、このカメさんがね、触った後にね、手をよくね、洗った方がいいんだって。ね。うん。うん、だから、ちゃんと。リン触った。うん、手はいっぱい洗わないとね。私洗ってないけど、心配しなかった。お、上に行った、上に行った。じゃあ、エビあげてみる。エビ。カメのおやつ。カメさんのおやつあげてみる、じゃあ。うん。パパの嫌いなエビ。なんてパパエビ嫌いなのあげるの。カミさん、カミさん、カミさん食べるかな。カミさん、甲羅に当たって、
亀の口の大きさに合わせて小さくして与えるか、そのまま水に浮かせてくださいだって。水に浮かせとく？寒いと食欲がなくなります。あ、そうなんだ。暖かくなるとたくさん食べます。あ、そうなんだ。水の温度は23から28度にしてください。初めて知った。へえ。じゃあ浮かせとく、ここにね。カメさん食べるんだよ。ヤンコ？カメさんじゃない、カメロンだ。ねえ、カメさんって呼んじゃん。1個か2個をあげとく。じゃあ2個、食べるかな。パパ、なんでエビさん嫌いなのにあげられるの？触れるよ。食べるのが嫌いなの。そうなの？これ食べれる？食べないよ。それカメのおやつ。それカメの餌でエビ食べないの？エビの匂いがする。うん、エビ線じゃないからね。エビ食べそうな気がする。これ何度だ ね、 ちょっと冷たいかな。うん、冷たい気がする。23度ってプール、プールより。プールは25度から入れんだっけ。うん、同じよね。うん、あのね、あの、あるじゃん、あの屋台でさ、うん、風呂あるじゃん。あの水もあったかかったよね。ね、あったかかった。あ、でもあそこだってあんなさ、あの灼熱の太陽の下にいるんだから、お湯みたいなはずじゃないの。お湯だったよね。ね、それでもカメさん元気だったよね。元気。じゃあ多少あったかくても平気なんじゃないのかな。水の水温計買っとこう。そうだね。うん、かんね、横から見るとなんかこの赤い名前なかったよね。ね、あと石もなかったんだよ。うん、あ、そっか、石も入れて、このなんか、なんていうの、台みたいな。カメさん食べる？赤い台をつけました。あ、来た来た来た。カメがパクって。嘘、今一瞬パクってしたかな。さらにでしょ。うん、カメラ向けて。あ、できてる。食べる？いいんじゃない、置いとけば。でもね、自分の好きな時にね、食べるよね、カメロン。カメさんまあ、ついついカメさんって言っちゃうわ。たまにカメさんでもいいかもしれない。ね、カメ、結局はカメさんって言っちゃうの。私もカメロンってさ、うん、なんか聞き、お、な、な、慣れないよね。聞き慣れないっていうか、うん、でもね、一応ね、名前ね、つけてるみたいですね。カメさん、カメロンに決定。カメさんでもよかった。カメさんでもよかった。一応でもカメロンでね、いいですね。動画じゃねえわ、カメロンっていう名前でいいですね。でいいです。はい、食べた？食べた？いつの間に。やっぱ煮干し、煮干しの方が好きなのかな。本当だ、今パクパクしてるね。食べた。一口。これどこ行っちゃった。立ってる。ミミの顔が。ショウの顔は？ショウの顔今映ってる。水槽越しにミミの顔が。はい、じゃあね、これから新しい家族としてカメロン。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カメさんじゃなくてカメさん。はい、じゃあね、はい、今後も出てくるかわかんないけど、ね、カメさん、カメさんじゃない、カメロン。もうカメさんじゃん。大切にね、育てていきたいと思います。はい、お、コロンが怒ってる。なんで新しい家族来るんだよ。カメに対してすごいね、吠えるんだよね。めっちゃ吠えるの。コロンは誰って感じで吠えるね。カメさん、コロンが怒ってる。いい？はい、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。はい、それではバイバーイ。ティアロン。うん、ティアロンね。私カメさん持ってないけど、一応ティアロン。うん、ティアロン。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。グミペア。
sunbeam.